一問一答、時代別、11、江戸時代、末期。1642年のイギリスで、国王と議会の対立から起こった、共和制の革命は？ピューリタン革命。ピューリタン革命の指導者の名前は？クロムウェル。1688年にイギリスで起こった、議会が国王を追放した無血革命は？名誉革命。名誉革命の翌年の1689年に成立した、国民の自由と権利を守ることを約束したものは？権利条件。18世紀の後半にイギリスで始まった、機械の発明による社会の大きな変化は？産業革命。1775年に、アメリカの13の植民地が、イギリス本国に対して起こした戦争は？独立戦争。独立戦争の翌年の1776年に発表された宣言は？独立宣言。独立戦争の指導者で、アメリカ合衆国の初代大統領は？ワシントン。1789年、王政に不満を持つフランスの人々が、自由と平等を目指して起こした市民革命は？フランス革命。フランス革命の後に出された、国民の自由や平等を定めた宣言は？人権宣言。ヨーロッパの大部分を征服した、フランスの皇帝は？ナポレオン。産業革命以後に起こった、資本主義とは？資本家が労働者を雇い、利益を得るために自由に生産する仕組み。資本主義による貧富の差の拡大を、批判することから起こった社会主義とは？生産を社会の共有とする仕組み。1861年にアメリカで起こった、自由貿易と奴隷制をめぐる戦争は？南北戦争。南北戦争に勝利した北部の指導者で、戦争後に大統領となった人物は？リンカーン。南北戦争に北部が勝利したことによって出された、奴隷制度を廃止する宣言は？奴隷解放宣言。1857年に起こった、イギリス東インド会社のインド兵による反乱は？インド大反乱。1840年に、イギリスと信徒の間で起こった戦争は？アヘン戦争。アヘン戦争の結果、1842年に成立した講和条約は？南京条約。1851年に、清で光州前が反乱を起こし、建てた国の名前は？太平天国。通商を求める外国船を、武力で追い払うために、1825年に幕府が出した法令は？異国船打ち払い令。異国船打ち払い令を批判したことで、処罰された人物は？高野長英、渡辺崋山。蝦夷地にロシア人が現れるようになったため、蝦夷地や樺太を調査した人物は？間宮林蔵。貧しい民衆を救うため、大阪で反乱を起こした儒学者で、元奉行の役人は？大塩平八郎。幕政の立て直しのため、1841年から改革を行った老中は？水野忠邦。老中の水野忠邦が行った改革の名前は？天保の改革。天保の改革で、物価の引き下げのため、解散を命令された組織は？株仲間。1853年に浦賀沖にやってきて、日本に開国を要求した、アメリカの使節は？ペリー。1854年に、日本がアメリカと結んだ条約は？日米和親条約。日米和親条約で日本が開港した港は？
下田、函館。1858年に日本がアメリカと結んだ条約は？日米州交通商条約。日米州交通商条約を朝廷の許可なしに結び、後に暗殺された幕府の大老は？井伊直弼。日米州交通商条約で日本にとって不利だった内容は？領事裁判権を認める。関税自主権がない。日米州交通商条約を結んだことを批判した人たちが弾圧された出来事は？安政の大獄。安政の大獄で処罰された人物は？吉田松陰、橋本早苗。日本が開国したことによって市場の物価はどうなった？上昇した。天皇を尊重し外国の勢力を排除しようとする運動は？尊王攘夷運動。薩摩藩がイギリス人を殺害したことに対する報復としてイギリスが鹿児島を砲撃した事件は？薩英戦争。1866年に長州藩と薩摩藩が結んだ同盟は？薩長同盟。長州藩と薩摩藩の同盟を仲介した人物は？坂本龍馬。1867年に幕府が政権を朝廷に返した出来事は？大政奉還。政権を朝廷に返した時の江戸幕府の15代将軍は？徳川慶喜。幕府が廃止となり天皇の政治に戻る宣言は？王政復古の大号令。1868年に始まった新政府軍と旧幕府軍との戦いは？戊辰戦争。一問一答はここまでです。お疲れ様でした。